問題2 1番 1> 病院で女の人と男の人が話しています男の人は朝どの薬を飲みますか この白い薬は一日三回一つずつご飯を食べてから飲んでください。はい。この黄色い薬は一日二回朝と夜に二つずつ飲んでください。わかりました。それからこの赤い薬は熱が高い時飲んでください。わかりました。 ありがとうございましたお大事に男の人は朝どの薬を飲みますか 2>, 2番先生と男の学生が話しています男の学生は何枚コピーしますか 田中さん、この紙をコピーしてください。今日のパーティーで使います。わかりました。何枚コピーしますか学生みんなと先生5人に2枚ずつです。学生は3つのクラスのみんなですね。何人かわかりますかえーっと、45人です。 分かりました男の学生は何枚コピーしますか3番。 女の学生と男の学生が話しています。男の学生は今日何時に学校へ来ましたか あれ田中さん今日は早いですね。はい。今日は試験ですから。いつもより早く来ました。いつもは8時45分ぐらいでしょそうですね。じゃあ、今日は8時半ぐらいに来ましたかもっと早かったですよ。いつもの1時間前くらいです。へえ、早いですね。 男の学生は今日何時に学校へ来ましたか。四番。男の人と女の人が話しています。 二人はいつ映画を見ますか。山田さん、今週の土曜日。 映画を見に行きませんか。いいですね。何時ですか午後6時からです。夜ですか夜はアルバイトがあります。そうですか。じゃあ日曜日はどうですか同じ時間ですが。日曜日もアルバイトがありますが4時に終わります。じゃあ大丈夫ですね。 よかったです。二人は。いつ。映画を見ますか。五番。男の人と。 女の人が話しています男の人の誕生日はいつですか 田中さんの誕生日はいつですか 2>,？2月2日です。あ、私の誕生日と近いです。え、いつですか？5日です。へー、3日違うだけですね。男の人の誕生日は。 いつですか？六番。病院で医者と女の人が話しています。女の人はこの後いつ。 じゃあ次は来週来てください。 今日と同じ月曜日はどうですかああ、その日は仕事がありまして、水曜日までずっと仕事です。そうですか。次の日は大丈夫ですかはい、大丈夫です。午後の方がいいですが。いいですよ。じゃあ、2時でいいですかはい。 女の人はこの後、いつ病院へ来ますか7番男の人と女の人が話しています。 男の人は、夏休みに何をしますか夏休みはどうしますか ずっとアルバイトですでも旅行にも行きたいです田中さんは家族みんなで富士山に登りますいいですねでも高いですから気をつけてくださいねええ今父と母が毎日走っていますよ 男の人は夏休みに何をしますか8番男の人と女の人が話しています二人は どこで会いますか。明日の映画は一時からですね。じゃあ。映画の前に。 昼ご飯を食べましょうかそうですねじゃあ駅で会いましょう駅の近くにいろいろレストランがありますからええデパートも近くにありますからその中で食べてもいいですねああそれがいいですねそうしましょう 二人はどこで会いますか？九番、女の人とと男の人が話しています。女の人は何を飲みますか？ ごちそうさまでした。料理、とても美味しかったです。それは良かったです。飲み物は何がいいですかコーヒー、紅茶、あとお茶があります。じゃあ、紅茶で。わかりました。ミルクはどうしますかミルクは結構です。わかりました。少し待ってください。 女の人は何を飲みますの十番。病院で女の人が男の人に話しています。 病院の部屋には何がありますかトイレは部屋にはありませんが、 すぐ近くにあります。シャワールームはトイレの隣です。好きな時に使ってください。部屋には小さい冷蔵庫がありますから飲み物などを入れてください。病院の部屋には何がありますか 11番男の人と女の人が話しています男の人はこの後何をしますか 昨日は楽しかったですね。そうですね。田中さんもパーティーの後、カラオケに行きましたかいえ、私は行きませんでした。宿題がたくさんありましたから。そうですか。今日も宿題をしますかいえ、今日はこれからデパートでアルバイトです。忙しいですね。 じゃあ食べに行く時間はないですかいや大丈夫ですよ行きましょう男の人はこの後何をしますか